い、どうもこんにちは、リュウジです。やっとね、空港まで来たんだけど、これ船、エアアジアっていう便に乗って帰ります。今ちゃんと航空券もらったので、これからね、搭乗口に行きたいと思います。 GO! 審査終わって、とりあえずこの今からね、飛行機に乗り込みたいと思います。それでは乗り込みます。乗り込む飛行機これです。ティスそれではね、今からタイに向かいます。また会おう。はいね、今やっとタイの上ドンムアン空港に着きました。これからね、トランジットで5時間待った後に、そのまま福岡空港に帰ります。イエーイ、待ちに待った日本への便です。これでね、寝て起きて着いたら次に日本です。それではおやすみなさい。ついに日本に到着しました。今から日本横断の旅が始まるんで、よろしく。レッツゴー。はい、じゃあね、ということでね、とりあえず福岡空港に着いたんですけど、今から博多にね、バスか、まあ、電車かでね、向かいたいと思います。ちゃんとお茶も買ってね、日本満喫してます。イエーイ。今から乗ってくのこれ地下鉄福岡空港。それでは行ってみよう。はい、今ね、山口の真ん中ぐらいに着いたんですけど、なんとね、ちょっと乗り換えにミスって、なんと30分ぐらいタイムロスしました。今の時間が3時半とかで、で、もともと到着時刻が5時半とかの予定だったんだけど、まあ、結局6時ぐらいになりそうかな。ちなみにね、今いる駅はね、串ヶ浜駅って言います。串ヶ浜駅で、そう、駅員さんにどうやって行くのが一番いいのかって聞こうと思ってたんだけど、なんとこの駅無人でした。びっくり。すごくない？超風情があるというかさ、ほらこんな感じね。じゃあまたこんな感じでね、また旅を続けていきます。それではまたの。今日の目的地である広島に着きました。思ったよりね、広島が発展しててちょっとびっくりしてるけど、で、そう、一人は散髪に行ってて、もう一人は iPad 買いに行ってるからね、俺は今待ってるんだけど、なんかね、思ったより都会だったねっていう印象。今日はね、ここで広島駅でご飯を食べて帰って、ゆっくりして、明日の朝5時ぐらいからまたこの旅をね、スタートしたいと思います。それでは今日は終わりかな。また明日会いましょう。バイバイ。今ね、今からフェリーに乗って宮島に行って、厳島神社をね、見ていきたいと思います。超楽しみ。レッツゴー。フェリー乗ってます。宮島に上陸しました。到着しました。イエーイ。どんだけ。しかも大興奮です。こいつら。鹿じゃん。今ね、宮島のね、商店街みたいなところに来てます。こう周り見れば分かるけど、こうね、すごい風情のあるね、街並みがいいね。まあね、この後にね、厳島神社行ってね、結構宮島観光終わりだと思います。
良くない？こう なんとなく京都っぽいよね、ここね。いい感じ。イエイ。じゃあまた。はいね、今厳島神社の前に着いたんですけど、なんとね、こうなんか運良くなのか悪くなのか知んないけど、見てこれ、まさかの工事中っていう、まあ、工事中って聞いてたけど、まあでもしょうがないよね。周り見てからね、あそこまで行きたいと思います。あの、ま、前ら辺までね行ってみよう。しかも写真撮影があるから働いてます。はい、厳島神社のね本殿に着きました。いやすごい、見てこれ、こういうのが飾ってある。ここでお供えをするみたいです。いやなんかコントラストが映えるよね、白と赤と青のね。塩が大きい時にそれが変わってます。ね、外人さんも多くてね、フェリーの中でほぼ外人さんだらけだったけど、いい感じ。すごいよね。うん、すごい。海の上に立ってるっていうのがすごい。ね。木造だねこれ。そう、それがねまたすごいよね。日本の技術ってすごいよ。塩の知識で変わるじゃん。うん。見たら。すごいよ。今ね、海の上の大神殿の前まで来ました。あの奥に見えるのがね、大神殿です。鳥居、残念ながら見えません。残念。次も飛ぶことに何事もかのやつ無くじいたら今日でした。残念。今ね、厳島神社を見終わって帰ってきたんですけど、久しぶりね、日本のなんかああいう風情のあるね神社とか見たんで、なんか心が癒されてます今。すごい良かったな。はい、はい、今からね、なんかちょ少し物入れて、その後電車に乗ってね、目指すは京都ということでやっていきたいと思います。これからもね、まだまだ旅を続けますよ。それではチャキュラ。はい、リュウジです。ね、今どこにいるのかというと、今広島駅のバスターミナルにいます。で、なんでじゃあこんな、今時刻が7時51分なんですけど、なんでここにいるかっていうと、まあ、急遽予定変更があって、高速バスで沖縄に、あ、沖縄じゃなくて横浜にね、帰ります。残念だけど電車の旅は終わり。というわけで今からね、まああんな感じの高速バスに乗って、明日の7時何分ぐらいに、まあ、横浜に着いてね、そこから電車で東京まで行きます。それではまた。